スタニスワフ一世レシチニスキは、ポーランドリトアニア共和国の国王を及び、ドレーヌ公、フランス語名は、スタニスラス・レクザンスキ。フランス王類15世の日、マリー・レクザンスカの父。1709年以前の肖像が1677年、当時ポズナン県知事だったラファウレシチニスキ伯爵と、アンナヤブーノフスカの子として、リビウで生まれた。1697年、 ポーランド主前官として、新王アウグスト2世の即位承認文書に署名している。大北方戦争中の1703年、スウェーデンの資金援助により、大貴族、サピエ派家が組織した反アウグスト2世派のビエルコポルスカ連盟に参加した。翌1704年、ポーランドに侵攻して、スウェーデンに敵対するアウグスト2世を排したスウェーデン王カール12世により、 ポーランド王に選ばれた。スタニスワフは二十七歳と若かったが、潔白で有能な人物で、由緒あるマグナーとの家系に属していた。しかし人を引きつけるカリスマも、政治的影響力も持ち合わせず、国王には不向きだった。にもかかわらず、スウェーデンは、賄賂と軍隊の力に物を言わせ、六人の城代と数十人のシュラフタをかき集めた集会で千七百四年七月二日。 スタニスワフを国王に選出させた。数ヶ月後にアウグスト2世の吸収を受けたスタニスワフがスウェーデン軍の陣営に逃げ込む事件があったが、1705年9月24日、スタニスワフは正式に豪奢な大冠式を取り行った。伝統的なボーランドのレガリアはザクセにいるアウグスト2世の手元にあったため、カール12世は自分の選んだクグツの国王のために、 新しい王冠と王爵を用意した。国王になったスタニスワフ一世は、最初にカール十二世と同盟を締結、ロシアツァーリ国と戦うスウェーデンの援護をした。彼は、ウクライナコサックのイチマン、イバン・マゼイパに、戦局の最も重要な場面で、ツァーリ・ピョートル一世を裏切るよう誘いをかける作戦を、始め、勝負隊をスウェーデン軍の指揮下に置いた。しかし、 スタニスワフ一世の立場は完全にカール十二世率いるスウェーデン軍の軍事的成功に依存したものであり、1709年のポルタバの戦いでカール十二世が敗北すると同時にスタニスワフの国王としての権威も消え去った。この時点までスタニスワフはルイジナの町に行ったが、スウェーデンはそれまでの正義を一気に失い、ポーランドにおいても影響力は減退しスタニスワフの身は 不安定となった。この間に、ピョートル一世の援助によって、アウグスト二世が福井した。そして、共和国の大半の貴族が、スタニスワフの王位を否認して、アウグスト二世との和解を選び、スタニスワフ一世が、カール十二世の年金をもらうだけの身になり下がると、彼は、エルンスト・デトロフ・本ン・クラッソの軍勢と共に、スウェーデン領ポメラニアに撤退した。スタニスワフ一世は、 国王の称号を保ったまま、ポーランド王位を退き、引き換えにプファルツツバイブリュッケンを与えられた。1716年、ザクセンの官僚ラクロワによって、スタニスワフの暗殺が企てられたが、元国王は、スタニスワフ・ポニャトフスキによって守られた。スタニスワフ一世は、アルザスのビサンブールに移住し、百二十五年に、娘のマリアが、ルイ十五世と結婚して、 フランス王妃となったことを喜んだ。南ーにあるスタニスワフ・レシチニスキの銅像1733年に、ポーランド・リトアニア共和国で、アウグスト2世が死ぬと、スタニスワフの娘婿である、ルイ15世は、衆都がポーランド王位を継ぐことを指示して、ポーランド継承戦争を引き起こすことになった。スタニスワフは御舎に身をやつし、中夜健康で、中央ヨーロッパを駆け抜け、 1733年9月9日にワルシャワに姿を現した。翌日、大勢の人々の抗議を受けながらも、ポーランド議会においてスタニスワフは、再び正式に国王に選出された。しかし、ロシアは、フランスとスウェーデンのオス候補は、いかなるものも認める気はなかった。ロシア政府はスタニスワフに、直ちに抗議し、自国と同盟しているオーストリアがオス。 全国王アウグスト2世の息子である、ザクセン先帝公、フリードリヒ・アウグスト2世を支持した。1734年6月30日、すでにワルシャワで、アウグスト3世の即位が宣言された後で、ピョートルラッシュ将軍に率いられた2万のロシア軍が、スタニスワフのいるダンツヒを包囲すべく進軍してきた。同市には、スタニスワフ1世をかくまった支持者たちが、フランス軍による保護を待っていた。 ダンツヒ行為戦は1734年10月から始まり、1735年3月17日には、ラッシュ将軍に代わって、ブルクハルト・クリストフ・フォン・ミュンに秘言水が到着した。そして5月20日、長く待ち望んだフランスの艦隊が現れ、2400人の兵士がベステル・プラッテに上陸した。1週間後、この小規模なフランス軍は、 果敢に包囲中のロシア軍に立ち向かったが、大勢に、不勢で結局は降伏した。これは、フランス軍とロシア軍が初めて交戦した戦闘だった。6月30日、グダニスクは無条件降伏し、135日にわたって、続き、8000人の損害を受けたロシア軍による包囲は、終わりを告げた。一方、スタニスワフはオザク、小坂みのに変装して、 会場の2日前に脱出し、軽ニヒスベルクに姿を現した。彼はそこで、自身の支持者たちによる政治連盟を組織し、自分の任命したポーランド公使をパリに急破して、最低でも4万人のフランス軍を派遣させて、ザクセンを侵略させるという声明を支持者たちに向けて発表した。ウクライナでも、スタニスワフを支持するミコアイバジーリポトツキ伯爵が、 寄せ集めのうごうの州からなる5万人の軍隊を用意していたが、ロシア軍に蹴散らされた。1736年、スタニスワフは再び、ポーランドリトアニア共和国の王位を退いた。ルイ15世は、ハプスブルク家の女子相続人、マリア・テレジアとの結婚を認める代償として、ロレーヌ公フランソワ3世から譲渡させた、ロレーヌ公国及び、 バル公国を王位は放棄したことの保障として一台限りという条件付きでシュートに与えた。1750年代から1766年までとされる肖像がロレーヌへ着いたスタニスワフはルネビルに移住し科学と慈善活動に余生を捧げた。1750年にはルネビルに自分の名を冠したアカデミードスタニスラスをナンシーに図書館を設立した。 晩年には哲学者ジャンジャック・ルソーと論戦をしたりしている。1766年、スタニスワフは88歳でデュネビルにて没した。ロレーヌはフランス王領に併合された。ありがとうございます。